下級武士の大久保利通が反省に参与した経緯。イントロダクション。幕末の動乱期を生き抜き、明治維新の立役者となった大久保利通。彼は下級武士出身でありながら、その知識と行動力で反省に参与し、歴史を動かしました。本動画では、大久保利通がどのように反省に参与するに至ったのか、その経緯について、対話形式で詳しく解説します。その過程は、学問と武芸の両立から始まり、西郷隆盛との出会い、そして幕末の混乱期を生き抜いた経験まで、幅広く広がっています。学問と武芸の両立。大久保利通って、下級武士だったのだ。どうやって反省に参入できたのだ。それは彼が学問と武芸の両立を目指して、自らを鍛え上げたからよ。彼は薩摩藩の藩校で学んで、自己研鑽を怠らなかったの。その学問に対する情熱と、武芸における技術は、彼を藩政における大切なポジションへと押し上げたの。特にその学識と武芸の技術は、西郷隆盛とともに藩政改革を推進するための強い武器になったのよ。学問と武芸の両立ってどういうことなのだ。それは学問によって広い視野と深い知識を身につけて、武芸によって身体を鍛えて精神を鍛錬するということよ。彼は学問と武芸のどちらも一生懸命に取り組んで、自分自身を向上させることに尽力したのよ。西郷隆盛との出会い。西郷隆盛とはどういう関係だったのだ。西郷隆盛とは同じ藩校で学んだ親友で、彼との共闘が藩政改革を可能にしたの。彼らの間には深い友情と信頼関係があって、それが藩の上層部をも動かす力になったの。彼らは同じ目標に向かって努力を続けて、藩政の改革を進めたのよ。西郷隆盛との関係が、大久保利通にとってどんな影響を与えたのだ。西郷隆盛との友情は、大久保利通にとって大きな支えになったの。彼らは互いに刺激を与え合って、共に成長していったの。それから、西郷隆盛との強い絆が彼の行動原理になって、藩政改革に対する彼の情熱を燃え上がらせたのよ。幕末の混乱期を生き抜く。でも、幕末って混乱期だったのだ。どうやって生き抜いたのだ。大久保利通は、自己の信念を貫いて、時代の流れを見極めたの。彼の政治的な洞察力と行動力が、混乱期を生き抜くための武器だったの。彼は困難な状況でも冷静に判断して、最善の行動を選択することができたのよ。具体的にどんな行動をとったのだ。彼は自己の信念を貫いて、反省改革を推進するために積極的に行動したの。時には自らの身を危険にさらしてでも、彼は目的を達成するために必要な行動をとったの。その結果、彼は幕末の混乱期を生き抜いて、明治維新の一翼を担うことになったのよ。まとめ。大久保利通が反省に参与した経緯は、学問と武芸の両立に努め、西郷隆盛との強い絆、そして幕末の混乱を生き抜く、政治的洞察力と行動力によるものでした。これは、私たち自身の人生においても、自分自身の能力を信じて努力を続けることで、大きな成果を上げることが可能であるという、メッセージを伝えています。他人にとらわれず、自分の能力を信じて一歩踏み出すことが、大きな成果を生む最初のステップであることを、大久保利通の経験は教えてくれます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を、5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。